はい、プレイしていきたいと思います。今起動してね、ちょっと設定を終えたところです。で、再起動してます。で、再起動して、お、シールドキネティックシステム稼働中だって。いいね。スキャナーが破損、修理が必要ですって言われちゃったそう、今回プレイしていくの。お、ジェットパックは稼働中だって。いいね、いいね。マルチツールとマインビームのアタッチメント使用可能。マルチツールがマインビームって言ったかな。右上にマインビームって出てるもんね。使用者の初期化プロセスが完了しました。使用者の初期化プロセスが完了しました。お、気候雨降りのちょっと適当じゃないの、大丈夫？というわけで今回やっていきたいと思います。このゲームなんだっけ、ノーマンズスカイ、確かこんな感じのゲームです。うわー、いきなり金があるぞ。うわーい、これだってマインビーム、これっぽい。いいねー。うわー、もういきなり金ですよ。というわけで今回プレイしていくのはノーマンズスカイというゲームなんですけど、これ最近ね、リリースされたゲームです。で、ちょっと気になってたんですけど、ずっと最近ね、Steam の売り上げで上位だったんですよ。すんげえ気になってたゲームで、ついにやってみることになりました。本当にありがとうございます。というわけでね、このゲームはなんだっけ、とりあえず宇宙をさまよいながら貿易するのかなと、あと資源集めたり、こんな感じでしてやるゲームです。なんでね、ちょうどね、サブナティカが、あ、これ鉄だって。あ、もう資源なんかめちゃくちゃ集め放題やん。いいね、いいね。オーバーヒートしまくりだけどね。いいじゃん、いいじゃん。あ、これ回収しないといけないの、この散ってるやつ。そういうこと。この金売ったらめっちゃ金儲けになりそうじゃない。とりあえずまあ完全初見プレイなので、いつものように何が起きるかよく分かってないです。タブで一応開くんだね。鉄、金、お、希少で伝導性が高く、なんかすんげえ日本語じゃん。めっちゃ合計価格、おー、いいね、いいよ。ユニット数、ちょっとパーセント、ユニットパーセントってさ、これさ、変数残ってんじゃねえ、大丈夫バグじゃないの、いきなり。オーバーヒートしちゃった。最初何やるんだろうね。とりあえず金見つけちゃったか、金に飛びついたけど、あ、 F 押したらなんか変なの出てきた。分析レンズに致命的なダメージ、タブを押してアイテムケースを開く、双眼鏡に取り付け可能な装置、生態系のデータをディスカバリーに記録する、ズームによって距離の離れた、なんかいろいろ飛んでる、やばい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 、待ってこいつで来ちゃないの、やばいやばいやばい、落ち着け、大丈夫、なんなのこいつら。とりあえずこのゲームはね、中立の敵と、中立じゃない敵がいます中立じゃないですか、まあ好戦的な敵ね。多分あれは中立なんだと思います。友好的な敵がいるのかどうかは分かんないです。これ何、炭素って書いてある。意外とこのゲーム重てえな。これで重たいって、これはゲームの問題だね。パソコンのせいじゃんって言ったね。何、タブでシートのパーツを作成する、空のスロットの上で何を押すんだよ、おい空のスロットの上で何々を押すって書いてるけど、肝心書いてねえんだよ。ここでいいのかな。何を作るっつったっけ、シート作るっつってた。プルトニウムスキャナー、あ、そういえば分析レンズが破損ですとか言ってたよね。ウェット落ちるのさ。エスケープ全部閉じちゃったよ。
分析レンズが破損です。お、鉄だ、鉄いけるやん。これこのテクノロジーを修復すら左長押し。テクノロジーを修理しました。テクノロジー修理しました。 F を押した状態で F を長押し続けて操作。右クリックしてズーム。ちょっと、お、すげえすげえ、お、かっこいいんだけど。ちょっと、なるほど。じゃあこれガラクタ箱。お現実は崩壊したよ。見てられないほど。オーブの中に一瞬ガラクタ箱を見、もうめちゃくちゃやんけ。アトラスのガイルドを開始する。待って、どういうこと？意識が入ってるとする。私がこう、ちょっとわけわかんない。名前が私の脳裏に焼き付けられる。アトラス、そして言語外で示されるリクエスト英語の方がいいんじゃないかと思ってしまう。クリックできねえし。インチを示す暖かい光にまとわれている感じがする。私は今は発見され、ウェイ。私は何をどうしたの今。なんかすんげえ究極の選択した。そんなことないよね。まあいいや、行こう。お、アクション、いきなり飛べるんじゃないの。発射エンジンに致命的なダメージ。ダメやないかい。シートのパーツが必要だね。プロダクトを作成する。なるほど、パーツを作れと。お、これだね。で、これ何を使うのよ。レシピ書いてないやない。お、フォトンキャノンがある。ミサイル、いいね。あ、これ修理しないといけないのね。ってことはシートのパーツをあと3枚用意すればいいんだ。で、さっきのように空のところでクリックすればなんか出てくるの。そんなことねえな。はぁ、シートどうやってよ。これキャンセルの仕方、あ、右クリックでいいんだ。便利なアイテムを作成する。E ボタン。アイテムを移動する。X ボタン。ってことは、これはやったらテクノロジーの再生、作成で、だねだねだね。E ボタンを押したらアイテム作成してくれるんだね。OK、把握。で、鉄。お、これもう速攻修理できんじゃねえの、これ。鉄目の前にあったやん。アイテムを作成しました。はい、はい、はい。アイテムを作成しました。あ、もう一個だって。E ボタンを押して、鉄が足りん。じゃあ、OK。ポイントセーブ、いいね。じゃあこれも開けてみようか。開かないね。プルトニウム、あ、プルトニウム手に入れた。これ燃料でしょ。ゲックのお守り、ゲックのお守りって何？あれ、インベントリーなくね？あれ？ん？さっきの俺、あれ？なんか違うな。ん？あれ？インベントリー。エスケープだっけ？エスケープじゃねえな。ここか。体力。違うな。スキャン。これか。これだ。エクソスーツ。トレーダーが持っている幸運の守り。なんだよこれ。ちょっとさ、このユニットのマークのところバグってるんだけど、これ絶対コストが書いてあるべきところだよね。パーいくらとかさ、値段とかさ、もう嫌になっちゃうな、こういうのは。スキャナー、炭素、あ、炭素あったよね。よし、炭素探して歩こう。やらかしたわ、録画時間がわからん。炭素集めこれでしょ。じゃねえな、これじゃねえな。なんか今落とした、自分の足音かな。ほら炭素来た。
なんだこの赤い転がっていったの。これが炭素か。やっべえ怖いな、なんかいろいろ。ちょっと鉄先に確保しとこうか。こういうゲームはあれだ、逃げ道を確保しとくのは重要だと思う。多分ね、セブンデイズトゥーダイみたいにいきなり敵が出てくることはないと思いたいんだけどね。他のゲームみたいにいきなり死ぬとか笑えないから。俺の重さってどうなってんの。お、何エネルギー、亜鉛チタニウムもしくはシールドシャードで装備を。装備を何、ちょっともう無理やり日本語にしてるから切れてるよ。うわっ、左クリック何も効かないの。飛び立つにはスペースを押し続ける。なるほど。生命維持システム、アイソトープ資源でチャージする。アイソトープって何、炭素、プルトニウム、タミウム、ナインなどといったアイソトープを動力源とした生命維持装置。生命維持レベルを稼働し続けるにはパワーパックを常に稼働状態にしている必要がある。スーツのアイテムケースにアイソトープ資源。生命維持エネルギー減少。こういうこと？今のやつが 75% になったってしょ、いうこと？ああ、なるほど。炭素入れればいいんだね。テクノロジーをリチャージしました。OK、OK。じゃあ炭素ちょっと。このゲーム炭素必要だね。炭素も手に入れまくらないといけないわ。燃料や何やらで。おらおら。おらおら。これで俺は、お腹空いたりしないのかな。大丈夫かな。え？待て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 。お前何、お前何。待て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 。待て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 。俺は悪くねえぞ。うわ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 、ついてきてる、ついてきてる。待って待って、お願いお願いお願い。俺攻撃しようなんて思わんだよ。大丈夫、こいつは敵なのか味方なのか。攻撃、ちょっと待って。武器が、武器、え、エクソスーツ、え、ちょっと待って、宇宙船、ちげえ宇宙船じゃない、マルチツール、これだこれ、マインビーム。これも炭素かよ。チャージがプルトニウム入れれるわけねえし。テクノロジーをリチャージしました。あー、炭素全部使っちゃったやないかい。ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあこれ強化しようぜ。プルトニウムがいっぱい必要だね。プルトニウムがあと18だから、もうちょっとあればあできそうだね。まあいいや、右クリックでキャンセル。炭素だから、炭素が必要なんだって。これ何、おおお、すげえじゃん。フォトンキャノンの冷却時間が大幅に減少する。やったー。フォトンキャノンって何か分からんけど、光学発射中の障害が減少し、宇宙船同士の戦闘が充実する。宇宙船同士の戦闘もあるんだね。わお。宇宙船のアイテムケース内に作成すると自動的に動作する。というわけでこれで高機能冷却できるっぽい。こいつなんだマジ怖いんだけど。こいつらは仲間なのか何なのか、あいつらが何なのかが分からんのが辛いわ。あれあれはサロー、あれよし。お、来た。パルスジェット、ニッケル、タミウム、ニュートリノモジュール。ニュートリノモジュールとか新しいの出てきちゃったな。またなんかないかな。これ何、お、分析中データ。何何何、すでに発見済みです。これは面白い。
ってる。面白いけど、これまたバッテリー使ってるコースだろ、どうせ。どうせこれエネルギー使ってる。使ってないね、ゲージがないんで。オッケーオッケー、マインビーム。これ大丈夫？マインビーム使ってる分でちゃんとプラスなってる。プルトニウム間違ってるか。こいつなんなのさ、こいつ。ちょっと一気ぐらい落としてみたいけどさ、一気落として他のやつらが攻めてきたら笑えねえもんな。ちょっと金多いから。こいつらなんなの本当。誤爆しそうで怖い。お、スキャンしてる、スキャン、スキャンしてる。え、スキャンしてるのこいつ、なんなの。こいつも回収してんの、なんなんだろうね。とりあえずビームじゃダメージ食らうようなもんじゃなさそうだね。なんなんだ、なんなんだろうね、わからない。とりあえずこれ回収しよう。怖いな、なんかすんげえ監視されてる気がする俺。よいしょい。あ、この敵切った方が絶対いいでしょ。敵ね、音がねめっちゃするんですよ。なんかすんげえ飛んできそうな。大丈夫かな。お、鉄オキシド。とりあえずこれ切ろうぜ。これはでかいだろ。ほらよっと、うわ、80も手に入った。おお、なんだこいつら、めっちゃ集まってきた。なんで、なんで、なんで俺んとこ送るの、なんで俺んとこ向かってくんのこいつ。色変わったし、なんなのかなこれね。してるよ俺のところ、怖えな、ちょっと怖いね。とりあえずマルチツールスキャナー、これ修理しよう。よした。C キーを押してローキャルスキャンを動作させる。情報は脳へ直接伝えられるか、もしくはユーザーがコンバックス出身。コンバックスってなんだろう、コーバックスか。え、神経細胞組織の表層なんなのこのゲームは。超絶なんかすごいよ。とりあえず C でスキャンしてみよう。お、いいじゃん、いいじゃん。ハテナがあって、あそこも気になるな。とりあえず鉄を保管しよっか。これ何、これ金だね。うわ、金があって、あっちのハテナがあって、あ、右下にスプリントのなんかゲージが出てる。走ったらゲージが減ってくね。ちょっと待って、スキャナーは、スキャナーも何も消費しない、多分消費しないよね。25炭素って書いてるけど、エクソスーツ炭素が今、96持ってるんだ。あ、これ右側に書いてあるのが持てる数の上限かもね。なんで今90いくつっつったっけ、96で、スキャン打ちました今。あ、減ってない減ってない、大丈夫だ。なんでスキャンして、オキシド、鉄、鉄か、鉄も取っときたいな。鉄取っとこうか。2468、オーバーヒート買った、これ買ってえな、買ってえな。でも俺鉄よりさ、あれが欲しいんだよね。
プロトニウムでしたっけ、何でしたっけ、なんだっけ。今ね目的が2つありまして、宇宙船のこれを直す鉄だね、鉄。あ、もうこれ足りるか、一回これで買えるか。で宇宙船乗ってちょっと探索しに行こうか。じゃこれもうちょっと回収して、マインビーム右上にエネルギーの残量とか出るんだね。これ壊すまで頑張ろうか。持てる、185だって。1個作っとこうか、どうせなんで。E の。よいしょ。回転を作成しました。1234、OK。テクノロジーを修理しました。OK、修理できたね。あ、プロトニウムでチャージだって、装備を。そんなのあるんだ。お、ディフレクターシールド。宇宙のゴミから機体を守る、船体を守る。へえ。オキシド、オキシドってこれやん。鉄系か。こっちだ。うわお。うわお。セブンデイズと同じ感じだね。壊れた瞬間やっぱりボーナス250。なんだなんだ。誰か来た。お、誰か飛んでった。あれは敵か味方か。鉄ってなんか、あ、なんだ、そういうこと。それはちょっと先に知っておきたいね。あ、洞窟内にあることが多いって。あ、こういうのありがてえ。赤い結晶体から手に入る。じゃあ洞窟探さないとね、俺ね。これはありがてえわ。とりあえず今分かったのが、これスタックを終わったら次のスタックに行くっぽいです。なんで持てる数だから、インベントリのあと2マスあるんで、それ考えたら全然気にしなくてよかったかも。これ何、ちょっと炭素取っときたよね。炭素取っとかないとさ、スーツのエネルギーにも必要だし。これこれテクノロジーをリチャージしました。これにも必要だし。うわ、こいつ何なのかな。本当に木切ったりしたらすぐ寄ってくるよね。何なんだ。まあいいや、とりあえず攻撃はしてこないみたいだから俺に気にしないでおこう。よし、これで修理できるはず。お、資源、あそこになんか資源ありそうな感じ。ヘリジウムだって。やったじゃん。とりあえず船に乗って、なんだっけ、パルスエンジンに致命的なダメージ。パルスエンジンも直さないといけねえじゃん。ヘリジウムがない、アウチ。タミウム9でチャージできる。 A と D を同時に押して長押しのパルスジャンプ。うわ、なんだよそれ。治ったんじゃないの今これで。なん、治ってねえよ。動かねえのか、本当に動かねえな。あ、違う、待って、燃料入れよう。燃料、テクノロジーをリチャージしました。どうよ、これ飛ぶだろ。 E を押して脱出、脱出しねえんだって。パルスエンジンがないと飛ばねえんだやっぱり。ヘリジウムとシートのパーツに、シートのパーツは作れるね、すぐ。アイテムを作成しました。シートのパーツに、いい。アイテムを作成しました。ヘリジウムかけるの200と、亜鉛かける20取らないといけないです。というわけで今回ここで終わりにしましょうか。で、次回はその、ヘリジウムと、なんだっけ、なんとかを探しに行きたいと思います。あ、これなんかあると。何を手に入れた俺は。何を今手に入れたんだい。ちょっとそういうの困るわ。一番シールドチャード、危険に防具と貯蔵庫。黄色い木箱に保管されていることが多い。危険に対する防御とシールドエネルギー。え、プロダクトを作成する。これどうするのよ。防御エネルギーバッテリー、あ、これか。
ちょっと待って、これだ。宇宙船のこれだ。絶ちげえよ。全然違ってたわ。わかんねえな、難しいね。というわけで今回ここで終わりにしたいと思います。で、次回はね、この飛行船のなんだパルスエンジンの材料を探しに行きたいと思いますので、よろしかったら次の動画見てください。で、この動画の説明欄に連続再生できるようなプレイリストも作っておきますので、よかったらそちらも使ってください。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。